トリウムは原子番号90の元素で、元素記号は素である。アクチノイド元素の一つで、銀白色の金属。モナザイト砂に多く含まれ、多いもので10%に達する。モナザイト砂は、気土るい元素資源であり、その複製産物として得られる。主な産地は、オーストラリア、インド、ブラジル、マレーシア、タイ。 天然に存在する同位体は放射性のトリウム232一種類だけで安定同位体はない。しかし、半減期が140.5億年と非常に長く、地殻中にもかなり豊富に存在する。水に溶けにくく海水中には少ない。トリウム系列の親核種であり、放射能を持つことは1898年にマリキュリーラによって発見された。トリウム232が 中性子を吸収するとトリウム233となり、これがベータ崩壊してプロトアクチニウム233となる。これがさらにベータ崩壊してウラン233となる。ウラン233は核燃料であるため、その原料となるトリウムも核燃料として扱われる。1828年、スウェーデンのイエンス・ベルセリウスによって盗類石から発見され、 その名の由来である、北欧神話の雷神トールにちなんで命名された。銀白色の柔らかい金属で、非常に遠征に富む。結晶構造は、免震立方合子構造で、摂氏1400度付近で、耐震立方合子構造へ転移する。また、有点と沸点の差が大きく、液体状態を取る温度幅は、摂氏2946度と、元素中最大。酸化しやすいが、 表面に酸化皮膜が形成されるとそれ以上進行しない。空気中で加熱すると発光を発して激しく燃焼し、粉末は常温で自然発火する。高温では他に水素、窒素、第17属元素と反応する。純度が高ければ空気中でも安定しているが、酸化物と混合すると酸化が促進され、灰色から最終的には黒色となる。 高純度の飼料でも0.1%ほどの酸化物を含んでいる。水と反応して水酸化物を生じるが不要性なので不動体状となって反応は進みにくい。塩酸、黄水には溶けるが硝酸には不動体被膜が形成され溶けない。ただし、濃硝酸に触媒として少量のフッ化物イオンを加えると不動体が破られ溶けるようになる。 アルカリ溶液には不要。酸化物はほとんどの酸に溶けにくい。塩類は水溶性だが塩基性にすると不溶性の沈殿を生じる。トリウムの化合物はその酸化数がプラス4の時安定となる。トリウムの同位体はすべて放射性同位体で存在率100.00%のトリウム232をはじめ27種が知られている。 原子量は 210U から 236U まで。ほとんどの同位体の半減期は10分以内と短く、比較的安定な以下の4種を除いて、すべて30日以内である。ありがとうございます。